東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は3万1541人でした。日曜日としては過去最多です。新たに感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の3万1541人で、4日連続で3万人を超えました。先週の日曜日から3429人増え、日曜日としては過去最多となりました。直近7日間の感染者数は平均で3万2178人で、前の週と比べて 131.1% となっています。重症者数は昨日から1人減って23人でした。今日時点の重症者用の病床使用率は前の日から1ポイント下がって 25.0%、 全体の病床使用率は 0.4 ポイント下がって 53.7% です。また10歳未満から90歳代の男女8人の死亡が確認されています。東京都は来月5日から18日まで東京駅や新宿駅、上野駅といった6つの主要駅などに臨時の無料検査場を設置します。お盆期間中に帰省や旅行をする都民に積極的な活用を呼びかけています。小池都知事は来月21日までを自分そして大切な人を守る特別期間と位置づけていて、感染防止対策の一層の徹底を求めました。また都は20代を対象に自主検査で陽性だった場合にオンライン上で医師の診断を受けて発生届を提出できる仕組みを新たに設けます。発熱外来の混雑を緩和することが狙いです。小池都知事は医療提供体制をさらに強化することで、この夏は都・県境をまたぐ移動の制限などは行わない方針です。